かりません。彼らはそこに生まれ落ち目覚めた。やがて彼らは戦いを始める。彼らは強力で獲物はすぐいなくなった。ただ冷静に狩る。狩り場は広がり、動くもの生き物全てを彼らは狩る。感情はほとんどない。欲望もなく狩り続ける。だが戦いより怒り、狩りより悲しみ、宿命より喜び、失われた何かを知ろうとする彼が現れる。伊藤閻魔プロデュースが送るバトルファンタジー、 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。